新キャラ数チェックやっていきましょう。はい、どうもです。こんばんは。9月16日に来た新キャラと、あとは選手調整もろもろですね。まあ、この辺の動画をやっていきたいなと思います。この動画に関しては、カンナバルとゴッツァとボバングっていう3人の新キャラですね。こちらの数チェックやっていきたいと思います。選手調整関係に関しては、まあ、その後の動画ですかね。順次アップしていきますので、お待ちいただければなと思っております。早速やっていきましょう。技属性のディフェンダーの選手、カンナバルですね。メイン技、急加速パスカットの S440 威力、サブはですね、ブロースライディングの S455 威力、ダイビングヘッドブロックの S450 威力、豪快なクロスの A がついてます。ディフェンス技においては全て最大技ついてますので、まあ、このまま使えるのかなというところですね。特技は逆境の S、 マッチアップ相手のパラメーター合計が自分よりも高い場合、パラメータープラス 30% かっこゴールキーパーを除く。まあ、これフェスキャラとか相手だったら、まあ、よっぽど乗ると思いますので、まあ、結構いいスキルかなとは思います。チーム好き、超団結、技海外&5人以上の 25%、絆、技属性のクラブ選手が2人以上いると全員のパラメータープラス 5%、封印無効化2つまでということで、まあ、封印されないんで封印対策技とかも必要ないですよと。技少ないですからね、これはありがたいかなと思います。混戦の代償、マッチアップで負けた場合、マッチアップ相手は次の必殺技使用時に必殺技威力マイナス 5% ということで、必殺技側にかかるやつなんで、まあ、これ優秀ですね。必殺技封印、マッチアップ相手の浮き玉以外のシュート必殺技を2つ封印ということなんで、まあ、よっぽど地上シュートは封印するんじゃないでしょうかね。そしてリカバー 70% ということです。フィジカル 10%、 チーム付き75、バフ50で見ていきます。スタミナが1342、シュート以外4突で見ていきましょう。まあ、パラメータ合計69000ということで、まあ、かなり低いですので、まあ、この辺は全然逆境乗るんじゃないかなと思います。まあ、あとは数値見る限りだとブロックがまあほぼできないような数値にはなっているので、限界突破というか能力上限突破でブロックに振る必要はないのかなといったようなところです。まあ、一応、数値チェック上は振っております。それでは見ていきましょう。逆境乗らなかった場合ですね、何も乗らなかったところでタックルが 49,600、 ブロック 38,000、 パスカット 52,000、 逆境が 30% 乗ってくるとタックルが 59,500、 ブロック 45,700、 パスカット 62,600。ここに技威力合算してみていくと、何も乗らないところで見るとタックルが 225,000、 パスカット 229,000、 まあブロックはできない数字ですね。まあ逆境乗らないとですね、まあこれは結構厳しい数字ではあるんですけども、まあ、逆境が乗らないレベルの相手っていうところであれば、読み勝ち勝負ができるレベルなのかなというふうには思われます。そして逆境 30% 乗ってきた場合にタックルが27万、パスカット27万5000ということなんで、まあ、十分読み勝ち勝負できるかなと思われます。読み勝ちの補正ありって入れていくとタックルが33万ですね。でパスカットも33万8000ということで、まあ、常に逆境、まあ、乗ると思いますよ。大体のキャラに対して乗ると思うので、まあ、それで毎回読み勝ち勝負がしっかりできるっていうのは、これかなりでかいかなと思います。パスカット側で33万8000が出てるので、トータルフットボールとかも通さないんじゃないかなと思われます。ブライアンとかレンセンに対してもですね、属性有利まで乗ってくるので、まあ、そこまで来ればブライアンのトータルフットとかもですね、止めれる水準まで上がってきてるんじゃないかなというところですかね。レギュラーのカンナバルと比較してみましょう。タックル見ていきます。逆境乗ってれば27万ということで一番高いですね。次はフォワードキラーで24万と。ブロック見ていきましょう。ブロックはフォワードキラー乗った時の前回のカンナバルの方が若干高いんですけども、まあ、どの道止まる数字じゃないというところがあるので、まあ、ブロックに関してはできないという感じですかね。パスカット見ていくと、今回の逆境 30% で27万5千ということで、まあ、前回よりもまあだいぶ高いですね。参考までにロベカロですね、この前来たロベカロと比較してみたいなと思うんですけれども、タックル見ていきます。クラブキラーのみというところと、今回の逆境というところで比べていくと、まあ、そんなに変わんないですよね。27万5千のタックルが出せるのがロベカロ、そして今回のカンナバルに関しては27万ということなんで、まあ、ロベカルはクラブ選手相手じゃなきゃいけないんですけど、カンナブルに関しては逆境ということで、一通りの相手にはこの数値が出るのかなというふうには思われます。
ブロックは全然ロベカロの方が上ですね。まあ、今回カンナブルはブロックできないですよと。そしてパスカットなんですけども、パスカットに関してもクラブキラー乗ったところのロベカロっていうのと、ほぼ数値変わらないですね。逆境 30% 乗って275,000、ロベカロが278,000という感じです。なんでクラブキラー込みの、ロベカロっていうところのタックルパスカットっていうのが、まあ、数値的にほぼ同じなので、まあ、そのぐらいの使い方はできるのかなという感じです。続きましてゴッツァ見ていきましょう。力属性のディフェンダーの選手、メイン技がホールドブロックの S480 威力ということで、一番強いブロック技来ております。ダイナミックタックルの S440 威力、ダイナミックパスカットの S440 威力と、タックルに関してはドリコレですかね、まあ、こちらから移植してあげると最大のタックルがつけることができます。パスカットに関しては最大技ついております。特技はフォワードキラー、フォワードに対してパラメータプラス 20%、 チムスキーは超団結、力海外の5人以上の 25%、 絆、力属性のクラブ選手が2人以上いると全員のパラメータプラス 3%、 力属性のクラブ選手が2人以上いると相手チームのパラメータマイナス 3% ということで合計6ですね。力属性キラー、力属性に対してパラメータプラス 7%、 スタミナキラー、マッチアップ時に相手のスタミナ消費量がプラス 30%、 リカバー 70% という感じになってます。A4 と Z 見ていきましょう。フィジカル 10%、 チムスキ75、バフ50で見ていきます。スタミナが1302、シュート以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。何も乗らない場合ですね、力属性相手でもなく OMF とか、まあ、ブライアン OMF とかがね、全然こういう形が起こりうるので、まあ、そういう感じになってくるかなと思います。タックルが51,000、ブロック55,000、パスカット52,900、力キラーのみと。まあ、スタイン君の OMF 起用とかですかね。タックルが53,900、ブロック58,000、パスカット55,000、フォワードキラー 20%、フォワードにマッチした場合にタックルが58,000、ブロック62,000、パスカット59,900、力キラーとフォワードキラー、まあ、スタイン君のフォワード起用とか、まあ、カイザーとかですかね。タックルが60,000、ブロック65,000、パスカット62,400と、まあ、ここまで来れば結構高いですかね。技威力合算して見ていきましょう。まず何も乗らない場合ですね、タックルが239,000、ブロック266,000、パスカット230,000ということなんで、まあその、まあ、読み勝ち勝負できなくはないんですけどね、読み勝ちの補正ありって入れていくとタックルが290,000、パスカットは280,000で、ブロックは320,000ということなんで、ブロックはちょっと止まりづらいかなと思うんですけど、タックルパスカットに関しては読み勝てば取れる可能性もあるかなといったぐらいですかね。まあ、ただブライアンとか、まあ、そのレンセの OMF とか、まあ、そういったキャラクターのトータルフットボールとか、まあ、そういうのは止まらないですよという感じになってます。まあ、葵くんとかは止まるんじゃないですかね。あの属性有利分が乗ってくるので、属性有利と読み勝ちの補正ありって入れていくと298,000とか出てくるので、まあ、葵くんのワンツードンっていうのはさせないよというぐらいのレベルではあります。続きまして力キラー 7% 乗ってきた場合ですね、タックルが250,000、ブロックが278,000、パスカットは243,000、読み勝ちの補正ありって入れていくとタックルが300,000、パスカット299,000、ブロックは336,000ですね。まあ、なので、まあ、スタイン君のワンツーとかドリドンとかっていうのはもうこの時点では許さないかなと思います。まあ、読み勝ったらしっかり取れるかなというところですかね。スタイン君とかだと封印してきたりするので、パスカットとかをね、封印されちゃうとかなり厳しいのかなと思いますので、まあ、その辺は注意が必要かなと思います。まあ、440のタックルだったとしても、ギリギリ、読み勝てば取れるかなといったようなところには一応なっております。まあ、なので、パスカット封印されない限りは、まあ、一応スタイン君との短期マッチっていうところで、OMF スタインだったとしても一応勝負できるのかなといったような数字にはなっております。フォワードキラー乗った場合見ていきましょう。タックルが270,000、ブロックが300,000、パスカット260,000と、まあ、ここまで来れば十分あの読み勝ち勝負はできますね。なのでフォワード相手っていう話であれば、力属性じゃなかったとしても、まあ、一応読み勝ち勝負はしっかりできそうだなと思います。読み勝ちの補正ありって入れていくとタックルが329,000、ブロック360,000、パスカットは323,000。ブロックに関しても、まあ、レンセンとか、そのブライアンとか強いシューターに関してはちょっと止まりづらいなっていうのと、パスカットに関してもトータルフットボールは止まんないかなとは思うんですけども、まあ、それ以外の技属性、速属性っていうところのシューターとか、まあ、そういうところは割と止めるレンジは多いのかなと思われます。まあ、ヒューガ君とかはちょっとブロックキラーとかも乗ってくるので厳しいかもしれないですね。まあ、ただフォワード相手は十分読み返し勝負できるかなと思われます。
そして最後力キラー、フォワードキラー、すべて乗った場合なんですけども、タックルが28万、ブロックは31万4000、パスカットが27万4000ということなんで、この辺も十分読み勝ち勝負できるかなというところですね。読み勝ちの補正ありって入れていくと、タックルの値は34万ですね。パスカットは33万7000。スタイン君とかもね、よっぽど読み勝ったら取るという感じになっております。で、ブロックに関しても、カイザーの最大値プラスブロックキラーがだいたい38万なんですけど、それとほぼ同数値ということなので、フィジカルフォメじゃなかった場合に、ちょっとカイザーの最大値だけは止めづらいかなとは思うんですけども、その他に関しては力属性のシューターほぼほぼ止めるんじゃないかなといったようなところですかね。なんで今スタインカイザーとかっていうのが結構強いかなと思うんですけども、その辺に対して強く出れるキャラクターでは一応あるのかなといったようなところです。ただカイザーであればドリブル封印してきますし、スタインであれば何かしら封印してきたりするので、その封印対策としてのそのサブ技っていうのをしっかりつけることができるのかどうか、ドリコレのゴッツァとかから、そのタックル引っ張ってこれるかどうかとか、そういったところはちょっと事前に取る前に注意して見ていただいた方がいいかなというふうには思われます。過去のゴッツァとね、比較してみたいと思うんですけども、タックル見ていきます。タックル値に関しては、一応カジバ全部乗った時のドリコレですね、こちらが28万7千ということで一番強くなってます。それとほぼほぼ同数値で、フォワードキラーと力キラー乗った場合に28万2000と。で、フォワードキラー乗った場合で27万1000。で、何も乗らなかった時のドリコレが25万という数字になってます。で、この数値は、今回のゴッツァが力キラー乗った時と同じぐらいの数値になってますね。ブロック見ていきましょう。ブロックに関しては、フォワードキラーと力キラーですね。こちらすべて乗ると31万4000ということで一番高くなっております。ドリコレのカジバが全部乗った時で31万2000。今回のブロック移植した前提ですね。それでも、それよりも高いので、ブロックに関しては優秀かなと思われます。フォワード相手っていうところだけで言うと、ドリコレの最大値の方が若干上という感じですかね。ドリコレカジバなので、なかなか乗せづらいっていうところあると思うんですけど、力キラーのみっていうところと、何も乗らなかった時のドリコレ、これが同じぐらいという感じになっております。そしてパスカットですけども、パスカットに関しても今回の力キラーとフォワードキラー両方乗った時のゴッツは27万4千で一番高くなってます。ドリコレは26万8千。ドリコレの方が若干低いっていうことですかね。最大値でもちょっと低いですよと。フォワードキラーのみっていうところとカジバ最大値っていうのが同じぐらいという感じですかね。ドリコレの初段だと23万7千に対して、力キラー乗ってくれば24万3千。何も乗ってなくても23万2千という感じになっております。一応、アボイクに対しては属性有利が乗ってくるので、読み勝ちと属性有利分っていうところで、ギリギリ通さないんじゃないかなと思われます。ただ、OMF のブライアンとか、そういったところはやっぱり厳しいですので、その辺に狙われてしまうっていう懸念はやっぱりあるのかなというふうには思います。他のディフェンダーというところで、直近出た赤井くんですね。こちらと比較してみましょう。赤井くん、渾身初段でタックル29万8千。そこに対して今回のゴッツは最大値ですね。28万2千という形になっております。なんでタックルはやっぱり赤井くんの方が強いかなというところですかね。ブロック見ていきましょう。ブロックに関しては赤井くんの渾身初段を超えてですね、フォワードと力属性のフォワードに対しては31万4千ということで非常に高くなっております。なんならブロックしておけば取るっていう可能性も、ちょっと見えるぐらいの数値にはなってますので、相手によっては全然ありかなと思われます。パスカット見ていきましょう。パスカットも渾身初段の赤井くんが30万5千と。それよりちょっと下がりますよね。フォワードと、力属性のフォワードに対して27万4千という感じになってます。なんでブロックに関してはほぼ赤井くんの初段同等の最大値を出すことは一応できるんですけども、その他の数値に関してもね、もちろん初段に関しては赤井くんの方が高いですけども、28万27万っていうのは決して低い数字ではないですので、力属性のフォワードというところに対しては、十分使えますし、フォワード相手だったとしても、27万26万というタックルパスカット出てますので、読み勝ち勝負十分できるかなと思われます。それでは新キャラ最後ですね、ボバング見ていきましょう。即属性の OMF、DMF の選手。
メイン技が切り込みスライディングの S450 威力、ハードコンタクトカットの S440 威力、絶妙なるクロスの S415 威力がついてます。まあ、しれっとタックルパスカット、これ最大技ついてきましたね。そして奮闘ですね。特技は奮闘の S、 マッチアップ相手の選択した必殺技が自分の選択した必殺技より威力が高い場合、パラメータプラス 30% かっこゴールキーパーを除くということで、まあ、これ伊沢くんと同じやつですね。で、まあ、今回切り込みスライディングとかハードコンタクトカットとか、まあ、高い威力 の、まあ、の新技ついてるんですけども、まあ、過去のボバングのタックルパスカットですよね、まあ、こちらも引っ張ってこれる方がまあいいかなと思います。チムスキー超団結即海外 &5 人以上の 25%、絆即属性のクラブ選手が2人以上いると全員のパラメータプラス 4%、即属性のクラブ選手が2人以上いると味方の自動パスカット時に 20% の確率で必殺技が発動する。まあこれいいですよね。そしてパラメータダウン耐性、味方に対するパラメータ低下効果を 3.5% 軽減ということで、ガード系ですね、まあ、4と 3.5 なんで合計 7.5 で、加えて自動パスカットもまあ強化しますよということなんで、まあ、この辺は優秀じゃないかなと思います。そして自動パスカット強化、自動パスカット時 70% の確率で必殺技が発動するということで、まあ、自分自身も自動パスカありますよと。そしてプレッシャー、マッチアップで勝利するとマッチアップ相手は次のコマンド選択時にパラメータマイナス 5%。 4突で見ていきましょう。フェンス 10%、 チムスキ75、バフ50で見ていきます。スタミナが1311、シュート以外4突で見ていきましょう。数値としてはこのような形になっております。まあ奮闘に関しては意外とあのちゃんと技を選んであげないと乗らなかったりすることたまにありますので、まあ、この辺は気をつけていただければなと思います。まあ今回は技威力最大で位置を取っております。奮闘乗らなかった場合ですね、タックルが 48,000、 パスカット 49,000、奮闘 30% 乗ってくるとタックルが 57,800、パスカットは 59,000 と。技威力合算してみていきますと、奮闘乗らない場合ですね、タックルが 217,000、 パスカットは 217,000 と。なので、まあ、これに読み勝ちの補正ありって入れていっても、265,000 のタックル、266,000 のパスカットということで、奮闘を外された場合はちょっとあの厳しめの数字という感じになっております。まあ、なのでその450同士でのバッティングであったりとか440同士でのバッティングをしてしまうと、これ奮闘乗ってこないはずなので、まあ、ちょっと技レベルは気をつけていただいた方がいいかなと思います。そして奮闘 30% 乗ってきた場合ですね、まずドリブルから見ていきましょう。ドリブルが21万、そしてパスに関しては236,000、タックルが26万、パスカットは26万、守備に関しては十分読み勝ち勝負できるかなといった数字になってます。ドリブルちょっと低いですので、読み勝った上で取られるっていうこともちょっと起きそうな数字ですね。パス側で読み勝つ分にはまあ通せるのかなといったようなところになってます。まあでも基本的には守備キャラなのかなという感じですね。読み勝ちの補正ありって入れていくと、タックルで318,000、パスカットで319,000、まあその、まあ、トータルフットボールにはちょっと届かない数字になっております。まあ、なので、まあ、ご了承される可能性はあるっていうところと、まあ、ただ、葵くんとかのワンツードンっていうのは防ぎそうな数字ですね。葵くんは属性有利まで含めても、だいたい30万ちょっとぐらいですので、まあ、そこはあのしっかり超えてんのかなというところです。なので、タックルパスカットでね、あの読み勝つ分には基本的には止めてくれるような数字かなと思われます。まずは歴代ボバングと比較していきましょう。守備だけね、比較していきます。タックルに関して、渾身初段ペナルティエリア内のネックドリですね。こちらが268,000。まあ、今回の450のタックルとかをつけております。そして次に来てるのが奮闘 30% の今回のボバングですね。26万。渾身のみというところで251,000ですね。ブロック見ていきましょう。ブロックに関してはネックドリが一番高くて、その次に来てるのが、まあ、中央エリアまたはペナルティエリアの、あのボバングですね。24万。まあ、ただネックドリぐらいまでないと、止まるレンジではないかなといったところですかね。まあ、今回のボバングはブロックはほぼほぼできないという感じになっております。でパスカット見ていきましょう。パスカットに関しては一番高いですね。奮闘 30% 乗って26万で、その次にペナルティエリア内と渾身初段ですねのネクドリという感じです。中央エリアまたペナルティエリア内のボバングも、まあ、24万ぐらいまでは来ております。このボバングに関しては、まあ、一応フォワードとかができるので、フォワードできるっていうところを加味して考えると、フォワードとしては守備
は高いのかなといったようなところですかね。OMF、DMF のキャラクターと比較してみましょう。美杉くんと葵くん持ってきております。ドリブル比較していくと、まあ、やはりドリブルとかそのオフェンス面に関しては葵くん、そして美杉くんっていう方が今回の奮闘のねボバングよりも高くなっております。まあ、美杉くんに関しては何も乗らないとボバング以下というところですかね。パスも見ていきましょう。パス値は美杉くんの海外キラーが一番高くて、その次に渾身初段の葵くん、何も乗らなくても美杉くん239,000と、で奮闘が乗ったボバングが236,000ですね。守備面見ていきましょう。守備に関しては葵くんの渾身初段が267,000、海外キラー乗った時の美杉くん、こちら263,000で、奮闘乗った時のボバングが260,000ということなんで、まあ、この辺とほぼほぼ同じ数字になっているということで、読み勝ったら、まあ、タックル側でもしっかり取れそうだなというのがわかるかと思います。続いてパスカットですけども、渾身初段の葵くんが278,000ですね。その次に260,000という形で奮闘のボバング来ております。海外キラー乗った場合の美杉くん255,000と、なので美杉くんの特技乗った時よりも高いですよという感じになってます。まあ、なんで守備に関してはこの辺のキャラと並ぶ形になってますので、まあ、十分使えるのかなというところですね。はい、というところで今回新キャラですね、まず9月16日に来た新キャラの3人見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、順当に使えそうな場面っていうのはしっかりあるかなといったようなキャラクターたちにはなってましたね。まあ、特にカンナバルとかに関してはまあ、ほぼほぼ乗るであろう逆境みたいなものがですね、まあ乗ればですね常に読み勝ち勝負ができるというところもあるので、まあ、ちょっとブロックできないっていうのがあるのでサイドバック限定とかになっちゃうのかなと思うんですけども、ボバングとかもね、その絆的にガードプラス自動パスカットを強化するというところもあって、まあ、しっかり守備に関してはねできそうな数字でもありましたから、まあ、その辺使いどころっていうのは、まあ、一応しっかりあるのかなといったようなキャラになってたかなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。少しでも役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。